どうも、皆さん、こんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、やっていきたいなと思います。ちょっとね、いつも週末にやってるんですけども、このね、細かい話、 今回ね、キャンペーンで先着のキャンペーンもね、来ておりますので、まあ、それもね、終わったらちょっとね、あの、残念な部分はありますんで、ちょっと週の半ばですけども、も、ま、う、あ、お付き合いね、いただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それでは、まずですね、アメックス、えー、イベントですね、世界遺産、えー、清澄寺、秋のナイトビューイングオンリーフォーアメックスということで、えー、今年ね、開催されます。2023年の11月の17日ということで、こちらね、一般公開前のね、え日に、えカード会員様限定ですね、 先行アクセスまたね3500人だけで、えー、貸し切りでゆったり楽しめるまたね通常非公開の、えー、文化財も特別公開ということで非常に魅力的ですよね私もね1回ぐらい参戦してみたいんですけどねで今回ね開催される日付が11月の17日金曜日ということで、えー、申し込み回数は基本カード会員様お一人様につき1回ですねで入場プランがね18時50分から20時10分で、えー、開催されますで参加費用が一人 1100円ということで非常にリーゼルにね楽しむことができますで申し込み単位がですね1名から様から4名様まで利用することができてイベントの合計人数は3500人までの開催っていた味になります で今回のね、えー、募集なんですけども、えー、まず一次募集ということで2023年の9月の13日14時からですね9月の15正午までですね、えー、プラチナカード会員がねこちらは抽選っていただきになりますですので、まあ、当たるか当たらないかはわ、ね、かんないんですけども一番最初にね、えー、募集が始まるのは、えー、プラチナカードの抽選が一番最初に始まりますで次にね、えー、二次募集ということでこちらから先着に変わります ですので、えー、プラチナカードもね、対象ですけども、9月の20日14時からですね。 こちらえ、先着でね、えー、募集達成して、えー、達成次第終了って言ったがちになります。ですので、えー、っと、アメックスのプロパーカードをね、持ってる方が、まあ、基本的にね、中心なイベントっていうふうになりますんで、一応ね、それ以外の、えー、個人向けカードのね、対象っていうふうにはなってるわけなんですけども、まあ、ここでね、先着で枠が埋まってしまったら、まあ、他のね、あの、ヒルとアメックスとか、マリオとアメックスはね、そういったカードを持ってる方っていうのは参戦することができないって言ったがちになります。またね、ビジネスカードはね、 このキャンペーン対象外っていうふうになってますんでえこの点もね覚えといてくださいですのでまあ こちらのカードを持ってる方で、まあ、もしね、ここで募集が埋まんなかったら、まあ、ヒルとアメックス、マリオとアメックスとかね、デルとアメックス持ってる方も、まあ、参戦することができるって言った形になります。で、イベントコードがね、えー、清水寺っていうね、イベントコードで、申し込みな、ね、イベントコードが必要ですということで、こちらもね、覚えておいてください。いや、非常に素敵そうでね、一回ぐらいね、参戦してみたいですよね。ぜひね、気になる方は、当日の流れとかもね、記載されておりますんで、えー、ぜひ気になる方、えー、こうした後ね、 載せてておきますのででチェックしてくださいでこれと同じようなねまあ、イベントって言ったらあれなんですけれども、えー、こちらもですね「紅葉台プレミアムアクセスオンリーフォーアメックス」ということでこちらもね19日2023年の11月の19日から12月の3日合計15日間ですねプラチナカード会員様には運んご案お茶席プランもご用意ということでアメックスプラチナ持ってる方はですねさらにね特典が受けられたりするようで こちらのね、運豪案のお茶席プランっていうのが、このね、プラチナカードで利用することができるって言ったがになります。こちら特別チケットがね、1100円っていうふうになっておりまして、まあ、それ以外のね、個人向けカードに関しては、550円でね、利用することができるって言ったがになります。こちらもね、気になる方はぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思いますので、公式サイトね、載せておきますんで、ぜひチェックしてください。こちらはね、先着になるみたいですね。 はい。で、一時募集、二時募集、三時募集ということで、日程もね、こういった感じで分かれておりますので、こちらもね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、とうとう来ましたね、プレスリリースでまたね、8月30日発表されました、2023年度路線計画変更についてということで、先日ね、プレスリリースの話ね、させていただいたわけなんですけども、まあその時にね、ハワイロスはね、未定、まああの、今のところね、調整中みたいな感じだったんですけども、12月より成田ホノルルエアバス380フライングホル毎日2便運行いたしますということで、毎日2便でね、このフライングホルが成田からね、飛 飛び立つとといいうことででや非常に朗報ですねで日付が12月の6日より成田ホノル路線え週14往復全便をエアバス A380 型機フライングホールで運行しますということでこれによりですね成田ホノル路線の提供座席数はコロナ前を含め過去最高になりますということでいや非常に朗報ですね前回もね話した通りなんですけどもフライングホールがね導入されるということで得点枠もですねかなりね 大幅にに放されるののでではないのかなないいかんててう,ふうに思っておりますんでもうね、12月の6日以降ね、あの特典でビジネスとかね、入れてる方で空席落ちてきたっていう方もね、いらっしゃるっていう風になりますんで、えー、もしね、入れておきたいよっていう方は、今年のね、2023年の12月の6日以降ですね、ハワイ・ホノルルのね、ビジネスクラス、ファーストクラスね、空席待ち入れておくのもですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。一斉開放みたいなののがあるのか、まあ空 空席待ちにしておいて、空席待ちが落ちてくるかっていうのは正直ね、どっちかわからない部分もございますので、まあこの点はね、あの覚えておいていただければなと思います。またね、この羽田ホノルル便に関してなんですけれども、羽田出発到着ターミナルは2または3についてはね、あのご利用のウェブサイトをご確認くださいということで、こちらね、もしかしたら第二ターミナル出発もね。 あるみたいなんでね、こちらは、えー、注意ね、必要かな、なんていうふうに思いますんでね、えー、こちらも覚えておいていただければな、と思います。いやーね、とうとうね、フライングホルが1日2便で、ねえー、運行する日がね、とうとう来ますね。はい、非常に楽しみですね。 それでは次にですね、マリオットボンボイエスケープ、またね、えー、開催されております。えー、マリオットボンボイ会員は最大20%割引で、えー、利用することができるっていう風になりますんで、で、今回の目的地がですね、えー、日本もね、対象になっておりまして、またね、アジア、中東、 とかもね、入っておりますので、まあ結構ね、世界全国入っておりますんで、まあマリオットボンボイホテルね、優勝で利用予定ある方はですね、こちらもね、概要欄に載せておきますので、あの場所によってね、ホームページ分かれてるみたいなので、ぜひね、そちらチェックしていただければなと思います。まあこちらね、定期的にやってるね、まあマリオットボンボイのセールみたいなんですけれども、 あのお値段安くね。利用できるんであればですね。まあ、それに越したことはございませんので、是非ね。チェックしていただければなと思います。それでは次にですね。ちょっとね。残念なお知らせが来ております。こちらはプライオリティパスのね。ホームページでこれ？ Google 翻訳で、ね、ちょっと訳してるんで、ちょっと見づらい部分あると思うんですけども、えー、プライティパスですね、こちら、えー、新料金がね、あの、設定されるということで、まあ、ちょっと前にね、ニュースあったんですけども、とうとう公式サイトにね、えー、出るようになりました。2023年から、えー、10月1日からですね、一人当たりの訪問につき、24ポンド30ユーロ、米、えー、ドル35ドルで変更になりますということで、今までね、えー、プライティパス確か32ドルだったと思うんですけども、 こちらで、すすねねねドルにに回利用料金の、ね、値上げっていう風になるんですよ、ね、でこれがどういう影響があるかっていう話なんですけども、まあ今現在ですね、プライティパスをね、クレジットカードの付帯特典で利用されている方は、まあ現時点ではですね、直接的にね、影響はないと思うんですけども、まあ同伴者をね、有料で入っている方に関しては、今ね、あの、セゾンとかだったら2200円とかね、楽天だったら3300円で入れると思うんですけども、まあこれもね、順次 引き上げになると思いますし。まあ、それがね。日本適用になるのがこの日なのかっていうのは正直ね。分かんない部分はあるんですけども。もまあ、新料金で発行が10月1日って言われておりますんで、まあ、おそらくね。 この日から値段がね上がるのではないのかなと思います。後ほどね、あのまた確認させていただきますけども、かなりね値上げになってくるかもしれないんですけども、これはちょっとね、また確認して動画ね作りたいななんていうふうに思いますので、一応ね、あの、訪問料金が値上げになりますよっていうのは覚えておいてください。で、またですね、カード付帯特典で入っている人に影響があるのかっていう話なんですけども、現時点では特にね発表がございません。最安値を運んでいる、ね、楽天プレミアムカード 1>, 年会費1万1,000円で。 本会員の方ね、えー、入りたい放題でね、プライティパス利用することができますけども、現時点では、このプライティパスのね、値上げによって、年会費が上がるみたいなね、話は出ておりませんけども、まあ、十分ね、上がる可能性は、ま、考えられるかな、なんていうふうに思います。このプライティパスにね、手数料払ってのは楽天っていうふうになりますんで、まあ、一回あたりの料金が上がるっていうことは、まあ、プレステージ会員のね、値段も絶対上がると思いますし、かなりの額が上がるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今後ね、 この楽天プレミアムカードであったり、セゾンゴールドアメックスですね。こちら初年度年会費無料でね、利用することができて、またね、私みたいに、あの、 キャンペーンでね、ずっと無料でね、利用できている方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、こういったね、年会費が1万1000円で、このカードね、あのー、年会費無料で利用できている方は、プラス1万1000円、あの、払っていただければ、プライティバスね、プレステージで付けれたりいたしますんで、まあ、こういったね、あの、年会費がそこそこ安いクレジットカードでね、付帯しているのは、まあ、もしかしたらですね、 今回の改定で年会費がね上がるかもしれませんので一応ねこういった可能性は、ね、ゼロではございませんので、えー、この点はね覚えておいていただければなと思いますまあこのページもね一応概要欄に載せておきますので気になる方はぜひチェックしてください で、次にですね、とうとう来ました。デルタ航空10月末より、羽田ホノルルデイリー運行開始ということで、デルタのね、プレスリリースが発表されました。いや、これはね、非常に朗報ですね。まあ前回ね、報道機関にですね、このデルタ航空が10月末よりね、羽田ホノルルデイリー運行をね、するんじゃないかっていうね、まああの、枠の関係でね、もう変換するか、運行するか、まあどっちかに迫られているっていうね、まあ話をさせていただいたと思うんですけど、 けどもまあ、今回ですね、デルタ航空でね、10月末より羽田ホノルル線でデイリー運行を正式に、ね、発表いたしましたので、いやーよかったですね。 はい。ですので、バージンアトランティック航空のポイントで、今、片道ね、羽田ホノル路線ね、2250マイルでね、あの、一応ポイントなんですけど、マイルですね、VS ポイントでね、片道で発見することができるっていうふうになりますんで、まあ、今後はね、アメックスのリワードポイントのね、メインの利用先になるのではないのかな、なんていうふうに思っておりまして、まあ、これがね、あの、 実現するということで非常に朗報ですね。で、内容ね、読んでみたい、いきたいんですけども、10月の29日ですね、羽田空港からホノル行きのデイリー運航便を新規就航しますということで、えー、ホノル便就航は10月の28日、で、同便は2020年の3月に就航予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて延期されておりましたということで、10月の29日ですね、羽田空港からデイリーでね、運航が え、開始になります。で、使用機材はね、事前から言われている通り、え、ボーイング 767-300ER 型機で、で、デルタ125席、デルタプレミアムセレフト18席、デルタフォンコンフォートプラス21席、メインキャビン151席を搭載しておりますということで、え、デルタンはね、ビジネスクラスということで、フルフラットシートを搭載した、え、ビジネスクラスというふうになっておりますので、いや、こちらね、ちょっと利用してみたいんですけれども、あの、私がね、あの、話させていただいているバージンアントランティック航空のポイント で、まあ、このデルタのね路線を取ると、えー、基本的にねエコノミークラスしか発見することができませんので。 ビジネスクラスは利用することができないっていったじになります。で、前にね、動画作った時にはですね、このデルタ航空のマイルでも、この路線ね、確か2万マイルとかでね、発見することができたんですけども、速攻解約入ってまして、今ね、5万とかになってるのかな、エコノミークラスが。ですので、まあ、デルタ航空のマイルでこの路線を発見するっていうのはね、まあ、基本的に現実的、まあ、マイルが余ってない限りね、現実的ではないかな、なんていうふうに思うんですけども、とうとうね、新規就航がプレスリリースとしてね、 発表されましたのでもうねあの飛ばないっていうことはねございませんので、えー、ポイント交換ねして、えー、発見していただくのもねいいのではないのかなと思いますで運行スケジュールですねこちらはね、えー、っと一部変更になってまして私もねもう発見してるんですけどもこちら来ましたね、はい、あの日付変更はねえー、っと行きはね変わってないです、えー、羽田、えー、午後9時出発でホノルル5時、えー、9時20分着 あこれは日付によってねちょっと違うみたいですけども、まあ、こういった形になりまして帰りのですねホノルール午後2時40分発ということで私はねもともと午後2時できてたんですけどもこういったね変更が来ておりましたねで羽田着が午後6時45分翌日ということで運行日は毎日っていたがちになりますまあ私がね定期的に見てる感じだと本当にねこの便はねガラガラですね <laughs> ですんでねまあかなり穴場路線っていうふうになると思いますのでまあしばらくはね全然 埋まんないである程度ねチリがついてきてまあアメックスのねポイントとかで交換される方が増えてまあ徐々に使う方が増えるかななんていうふうに思うんですけどもこのバージンアントランティック航空のポイントもねマリオットもしくはマリ,マリオットとアメックスのリワードポイントからしかね交換することができないと思いますのでまあ穴場ス,、ね、スポットになると思いますんでね是非ね利用されたい方は利用してみていただければなと思います それでは次にですね、こちらですね、このキャンペーンがですね、10万人先着っていう風になってるんですよね。で、こちらね、1000ポイントはもらえるキャンペーンで、まあそんなにね、もらえる額多くないんですけども、50%還元キャンペーンなんですよね。 結構ね、あの、還元額がでかいので、まあ、今回紹介しようかな、なんていうふうに思った次第ですね。で、こちらはイコカということで、まあ、スイカのね、イコカバージョンのスプルペイイコカにね、えー、登録されてない方が、えー、初めて登録された方限定で、まあ、1000ポイントがもらえるキャンペーンっていうふうになります。ですので、えー、初めて始めた方っていうふうになりますんで、スプルペイイコカをね、まあ、こういった感じでね、利用されている方は、もうね、キャンペーン対象にはね、ならないっていうふうになるわけなんですけども、まあ、これからね、私もね、このイコカっても ってないので、まあ、私もこれ後でやろうかなと思ってるんですけども今からね始められる方はこのね1000ポイントがもらえるっていたはになりますでまずですね1000ポイントのね獲得の流れなんですけどもキャンペーン期間中に ApplePay 以降かをお持ちの方は iPhone にえ iPhone または AppleWatch に新規発行もしくは移行するで2つ目ですねウエストアプリからエントリーする でえ、3つ目ですね、条件を達成していただくっていう流れになります。で、これね、1個ずつ見ていきたいなと思うんですけども、えまずね、Apple Pay イコカの始め方ということで、まあ、すでに持っている方、持ってない方ね、いらっしゃると思うんですけども、持っている方はこちらをね、移行することで始められますということで、まあ、イコカカード持っている方はね、移行して取り込んでいただければ利用できるみたいなんですけども、こちらね、移行しちゃうとね、なんか、イコカ番号変わっちゃうみたいなんですよね。 ですので、チケットレス、新幹線チケットレスサービスとかね、変更しなきゃいけなくなるみたいなんで、まあ、これはね、読み取りしない方が良さそうですね。あの、新規発行できると思いますので、こちらからね、利用していただくのがね、いいのではないのかなぁと思います。で、えー、イコカアプリ始めるということで、イコカのアプリもしくは、ボレットアプリからね、始めることができるって言った形になります。で、二つ目ですね、このウェスターアプリ、生活、 移動生活ナビアプリ、ウエストアプリをダウンロードということで、こちらでね、キャンペーンエントリーがね、必要っていういった形になります。まあ、こちらもね、流れ書いてありますんで、ちょっとこれはね、後でやりますんでね。はい。で、 3つ目ですね。条件を達成するとスタンプ獲得ということで、必要なスタンプは全て獲得すると1000ポイントもらえますよということで、で、これですね。スタンプ獲得前にキャンペーンが正規終了になった場合は、スタンプは付与されません。ポイント付与対象外ですということで、まあ、この点はね、あの、今回先着っていうところですね。で、スタンプの条件なんですけども、 8月の28日以降、お持ちの iPhone または Apple Watch で Apple Pay 以降かを新規発行、またはお持ちのを以降かを移行取り込みでエントリーしていること。で、2つ目ですね。Wester ID を使って Wester アプリのマイページにログインですね。で、えー、ログイン方法がここに書いてある感じですね。で、3つ目ですね。エントリーした Apple Pay 以降かで鉄道バス、または ICOCA の使えるお店なので2000円以上の利用ですね。 で4つ目、えー、エントリーしたアップルペイイコカの、えー、定期券の購入ということでまあ、こちらですねここに書いてある通りかけはどちらが1つで達成ですということで、まあ、私みたいにですね関東圏に住んでいる方はまイコカでね定期券購入する機会ないと思いますので、まあ、こちらでねいいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、2000円使っていただければ、まあ、1000ポイントまあ、すなわち1000分のねポイントがもらえるっていうふうになりますので50%還元っていう形になります。まああの関西方方面に住んで方でいる 購入でできる方はですねまあこれでね購入していただければまあ条件達成っていう風になりますんでまあ利用できる方はねあのいいかななんていうふうに思うんですけどもまあこのねベストタイミングでねこう定期券を購入される方っていうのもねなかなか少ないかななんていうふうに思いますんで、まあ、2000円ねあの使っていただいた方がねまあ楽に達成できるかななんていうふうに思いますということでまあこういった感じになっておりますねということで後でねこちらもやっていきたいなぁと思います それでは次にですね、イコカのね、1000ポイントキャンペーンの方で、ね、行きたいと思います。まずね、ウェスタアプリから登録ね、していきましょう。まあ、私はね、登録しておりませんので、えー、登録してない方はね、ここからやると思います。全部スキップでいいですかね。はい、i c o c とセットしてお得ということで、えー、こちらを同意して、で、新規登録ですね。私はね、持っておりません。 で、メールアドレスとメー,メールアドレス確認を入れていきます。で、こちらね。ワンタイムパスワードがきますんで、ワンテンパスワードね。入れていきます。ではね、次に基本情報を入れていきますね。では、終わりましたら入力確認を行います。で、終わったら登録ですね。ではね、会員登録が終わったらウェスター id っていうのはね出てきますんで、これをねコピーしておきましょう。あ、これですね。 ではここにね、パスワードを入力してログインしましょうそしたらね、メールにワンタイムパスワードが来るみたいですではワンタイムパスワードを入れたら次へあこれでログインが完了ですねということでえー、っとこれですね右下に「お得に GO」っていうのがありますねこちらでエントリーするあこれですねはいクリックしますでこれですね、えー、キャンペーン中に初めて利用したらっていうやつですねはいこれであこれですね注意事項を確認しました早速スタートします で、イコカ番号を入力してくださいということで、ここでね、イコカ番号がまあ必要になるということで、まだね、私はイコカを登録してないんで、まず次にイコカを登録しましょう。では、イコカアプリを開いて、これもね、ダウンロードしてくださいね。で、私はね、あのイコカを持ってませんので、新しいイコカを作る。で、次へ。で、ウェスターカインですね。はい。で、あ、これで。 またたスター ID がいいるみたいですねで次に会員規約の同意であっでこういった感じで選べるんですね私は定期券なしでいいですねで ApplePay を利用するでいいですねで次に進みますでチャージ金額まあ2000円チャージ入れときましょうかねはい2000円入れときましょう入いかな大丈夫で,すではもう えウ、ー、ォレットの方にね、追加していきます。ちょっとウォレットがいっぱいじゃないか、ちょっと心配なところがあるんですが。大丈夫かあ、大丈夫そうですね。はい、交通系スプレスカード完了。会員登録完了ということで、これでホーム画面を表示します。はい、これでね、2000チャージされた感じになります。では次にですね、先ほどのね、えー、っと、なんだっけ、ウェストアプリに戻って移行化番号をね、入れていきます。えー、っと、番号はですね、この、 ICOCA を押していただいて、えー、右上にですね、カード番号。これですね。これをコピーしていただいて、こちらですね。この以降は登録。そうですね。はい。間違いなし。で、これで登録。登録完了しましたということで、次へということで、スタンプカードにお進みください。 これでスタンプカードがね一つねつきましたね。あとね2000円使えばこれでね二、えー、つスタンプが付いて、えー、この1000ポイントはねもらえるって言った形になります。 で、今ね、スタンプがついたと思いますけども、こちらのキャンペーンで、ね、終わると、このスタンプはね、つかなくなるっていうふうになりますんで、まあ、この動画撮ってるのは8月の31日の朝なんですけども、今のところね、こちらキャンペーンで、ね、まだ継続されておりますんで、まあ、こちらね、あと2000円ね、適当に使っていただければ、まあ、1000ポイントね、後日帰ってくるっていうふうになりますんで、こちらね、あのぜひね、まあ50%還元ということで、まあ、どこでね、使ってもまあ1000ポイント、まあ、1000分で、ね、帰ってくるっていうふうになりますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、利用してみてください。またね、この ICO ということでまあスイカみたいな感じなんでねスイカが使えるところは基本的に使えるっていうふうになりますんで、まあ、利,用性利用先としてね困るっていうこともねほとんどないかななんていうふうに思いますんで是非ね利用していただければなと思いますそれでは次にですね今回のキャンペーンの1000ポイントの付与時期なんですけどもこちらに書いてある通りねウェスターポイントのプレゼント時期は11月の下旬予定ですって書いてありますんでまあこのね2000以上使って、まあ、1000ポイントねもらえるわけなんですけども これに関してはね、11月の下旬という風になりますんで、まあ、付与されるのはね、結構先になりますんでね、この点は覚えておいて頂いければなと思います。 ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、ちょっとね、動画が長くしまって <laughs>、申し訳ないですね。ちょっとね、区切るかどうかね、非常に迷ったんですけども、細かい話でね、あの、一つの動画作るのもね、あれかな、なんていう風に思って、ま、あまとめたらね、結構長くなってしまったんで、申し訳ない部分なんですけども、えぜひね、あの、各種公式サイトをね、あの、概要欄に載せておきますんで、気になる方はぜひね、チェックしていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたし ましょうバイバイ